一方リトデメディチは、イタリアの数奇教、フィレンツェの死におれ、ヌムールコジュリアーノの諸士として、ウルビーノで生まれ、5歳で父と死に別れた。彼を育てたのは、おじである、ローマ教皇レオ10世とジオジのジュリオだった。即位したクレメンス7世は、自身が、フィレンツェの実質的支配者となり、1523年に、自身の諸士アレッサンドロデメディチと一方リトを公認に、 据えた。しかし、両者は、ローマ略奪に続いたフィレンツェ市民の反乱で、追放され、1529年から2年続いた、フィレンツェ包囲の後、クレメンス7世は、手元で育てた一ッポリトではなくアレスサンドロを、偏愛するようになり、邪魔になった一ッポリトを最初アビニョン大司教を、1529年には、枢機教にし、教皇特使として、ハンガリーへ派遣した。 一方リとは、1535年に皇帝カール5世のフィレンツェ大使を務めたが、同じ年に、マラリアのため、ラツヨ南部のイトリで救世した。彼を足様に罵っていたアレッサンドロによって、毒殺されたと広く噂された。なお、一方リとは、ジュリア・ゴンザーガという愛人がいた。ありがとうございます。